かなちゃん。何？今日はお父さんもお母さんも家を留守にするから、家にはおじいちゃんしかいなくなるけど、何かあったら電話してね。わかった。じゃあ行ってくるわね。はい。おじいちゃん。なんじゃ？おじいちゃんはなんで雪だるまみたいな見た目なの？それはな、雪だるま病という病気にかかっているからじゃ。雪だるま病？そうじゃ。お医者さんからはあまり先が長くないと宣告されているから、いつ容体が悪くなるのかもわからん。でも今は元気だから大丈夫じゃぞ。よかった。かなちゃんは大のおじいちゃん子で、おじいちゃんもかなちゃんのことを可愛がっていた。おじいちゃんの容体は急変し、入院することとなった。家族みんなでお見舞いに来たが、両親は医師の説明を受けに行ったため、病室にはかなちゃんとおじいちゃんの二人きりになった。かなね、この前の国語のテスト100点だったんだ。おお、すごいな。おじいちゃん大丈夫？ああ、大丈夫じゃ。おじいちゃんいなくなるの？おじいちゃんはね、病院の先生からいつ死んでもおかしくないって伝えられたんだ。おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい？うん。でも死んじゃ嫌だよ。こればかりはどうしようもできないのじゃ。それからかなちゃんは家に帰り、その次の日、おじいちゃんは帰らぬ人となった。おじいちゃんが亡くなったことを知ったかなちゃんは、一日中泣いた。1ヶ月後、ある記事が新聞の隅に載った。そこには、家族全員で自殺、動機は全くの不明、女の子の名前は武藤かなちゃん、と載っていた。かなちゃんはおじいちゃんのお見舞いに行った。そこで、おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかい？と言われた。おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかいの、悲しんでくれるかいは、悲しんでくれるかいと読むことができる。つまり、おじいちゃんが死んだら、お父さんとお母さんと一緒に悲しんでくれるかいという意味だったということ。だから家族全員で自殺したのだろう。